こんばんは。岡田斗司夫です、えー。今日の岡田斗司夫ゼミはですね。公式放送ということでですね。アニメ監督山本豊さん通称山間さんからたっぷり。 お話を伺うというですね第一部とですねこれがあの第一部がですね8時から8時45分までありましてその後まあ大体8時45分ぐらいから9時ぐらいまでです9時半か9時半ぐらいまでの第二部ですねえー、僕が一人で語るとい,ういつもの形式に戻ります、えー、第一部のですねあの山間さんにたっぷり話を伺うというのは一応内容としてこの世界の片隅に宮崎駿ドキュメントこの二つをですね山間さんはどう読むと もうすでに山川さんのブログでですね、山川さんのいろんな発言が流れております。2> <laughs> 第2部ですねえ「エヴァンゲリオン2020年までに本当にできるの?」っていう <laughs> で<き>ななんでできないのっていうのをですねちょっと山川さんに話を聞いてみよう。で、えー、その次はですね3つ目の話題ですね、まあ、かなり危険なですね、アニメ業界の真相は、えー、黒箱なのかっていうですね、えー、ギャラとかどうなってんのよとかですねお金の事情の真相とですねスタジオファンタジアがですね、えー、倒産しちゃったというようなことに関して最新の <laughs> 10月クライスって言われてるネタですねこれに関して山間さんにですね第2部の,です、ね、あの僕が1人で語る方はです、ねえー、山間さんがそこで帰るんですねでもしっかりですねこのうちの事務所から出ていくところまでやったあと山間さんがいないところで岡田司夫による山間論っていうのをです、ね、語ってですね <laughs>、えー、その次にですね、まああの ちょっとのアニメのお金はどこから出ているのかという話をしてです、ねえー「シン・ゴジラ君の名はこの世界の片隅にこの3つの作品が映像業界を変えてしまった」という話。あと

いや、上がらないですね、こういうのでは。炎上すると上がるんですね、不思議です炎上すると上がるんだ、嫌だな。あ、今日本当にうまく赤と青になってますね。安全な発言、危険な発言の逆です。今日は俺がや山岡さんにガンガンだろうと思った。なんす声の形をディスればいいんですかいや、違います。長かったですね。あれはね、うちのね今いないスタッフと二人で行ったんですけど、長かったですね。ひたすらその話ばっかりして。声の形、声の形、ディスみたい。ですね。まあ、長いね。 はい、わかります、えー、前回、ですねあの、僕の番組に出ていやいやいや、もうやっぱり今日もちょっと緊張してるんですけども、はい、ね、ちょっとや,やっぱりあのあの、ね、善悪みたいな構図になってしまったので、<laughs> だから、あののフォースのアニメフォースのライトサイドとダークサイドになってますよね。<laughs> これはまずいと思うんで、うんうん、今日はどんどんぶっこんでいこうかなとは思ってます。ないように。<laughs> 周囲は何か言ってました。もうやめとけとかですね。いや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 、あの見た人はいっぱいいたと思いますけど、あの胸高評でした。胸高評高評っていうかまああのいつものとり守りに入ったらあかんでって書かれてるよブログの方がよほど過激なんで。ああそうです。アニメ監督ってですね、本来裏方と言われる職業じゃないですか。そういう人が前出てしゃべろうっていうのは。 なんかきっかけあったんですかこういうふうに前出てあんまりいないですよね。あんまりいないですけど、うん、逆に言うとまあ新しいっていうのかなまあそのねなんだかんだ言って宮崎さんも出たがりだし出たがりですよね。もっと言うとあの,あのねこの世界の片口監督も,も出たがりらしいんです、ね。あそうなんですか。<laughs> だからみんな出たがりだし喋りたがりなんですよ。うん、やっぱりあの監督ってそういうね、うん、もう すべてのセクションに指示を出す商売だから、自然とね、おしゃべりになるっていうの。はあるんだと思います。だから、それを、まあ、ね、メディアを使って、こういう時代ですから、うん、メディア使って、ガンガン発信するのもいいんじゃないかなっていう。のが、僕の考え方なんですけど。うんうんうん、割と、それは、もう、あの、なんだろうな。 テレビアニメやってた時からすごい意識してました。いやだんだんですね。だんだん最初のうちはねそんなにあ,<れ>あのねやっぱりカメラ慣れもしてないしインタビューに答えるのもよくわからなかったんですけど。<laughs> あ,ね、あのだんだんね口が回るようになって舌が回るようになって、うん、まああできるなっていう、うん、手応えをつかんだっていう。もう京都大学だけど全然関西人っぽくないですよね。ああ抜きいやいやあのー、普段のプライベートの会話は関西弁ガンガン出ますよ。関西弁ガンガン,ガン出,出ます。出ます出ます。<laughs> じゃあ俺が今ここで関西弁に 切り替えてしまったら、はいはい、どんどん関西弁になっていくんですか？こうなると思いますけどね。イントネーションが関西弁。うん、じゃあ本音話してもらうために今日は関西弁でいこうかな。はいわ、はい、かりました。でこの世界の片隅にどうやったの？うん、あのー、もう もう原作ファンやったんでもう前ブログにはさ原作読まんといったって書いてたやんあれは再読せずにいったあはい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 なので2008年の初版を僕持ってるんですよい。そこその時からもう読んでてもうアニメ化したいってねわかったやりにくそうだから標準語に変えようま真面目な話する時はやっぱり標準語かな分かる 原作にもともとハマってた。アニメ化したいっていうミクシィに書いたくらいにハマってた作品で、うんうん、でもまあご縁がないなと思ってたら片渕監督がやるってなって、うんうん、で若干嫉っと心もあったんですけど、<ー>でももう予告見た瞬間もうこれはあだこれはもうやられたと。<laughs> 予告見た瞬間分かった。俺,俺にはできんっていうくらい。俺ねあの、うん、予告見たときは全然気が付かなかったんですよ。はあ、予告見たときはよくあるアニメだなと。 思ってたので、だから僕はあのだからこの世界の片隅を話すときには予告で判断しないでくれというふうにすごく言ってるんだけど<ー>プロかからら見たらやっぱり予告でわるまああんまりプロの目線かどうかわからないですけど僕はもう来た来ないっていうのを、うん、あの察知するっていうのかな。うん、まあ,、まあ、あの必ずしも当たるとは限らないんですけど、うん、お本当にあのワンカット見た瞬間あの宮崎さんも言ってますよね。うん、途中から映画見始めても。うん いい作品いい作品なんだとあの考え方よよ。くわかるんです数回と見ただけで「あこれは来た」っていうのはわか「るんんじゃなないかかと。俺、れへよ。ファンタスティック・ビースト」横へ見たら面白いに違いないと思って見に行ったら来週語るけども世紀の大空振りやったからこっから5作品作るのどうすんのや」って心配になるぐらいまあまあまあでもじゃあ割と山間的にはやられた感じ。 この世界の片隅に。もう三回見てますけど、来月四回目見に行こうってクレまでクレまで行ってみるよね。どんだけ好き。予告もう完全に不安。うん。政治順列してきます。まあそれはいいんだけど、まあもととにかくなんだろうあの原作に忠実でもないんですね。結構変えてる部分もあるっていうのもあの本当にうまいなと思うし。 あと、もうその原作の処理の仕方、うん、あとか描写、本、まあ、んに描写のなんていうかなそういうことももんぺの作り方とかない食材の中で勝利を作るとか愛、うん、のひたすら丁寧にやってるっていうのも本当、うん、に淡々としている中で僕らだったら起伏つけたがるんですよね、うん、どうしてもね。 宮崎駿的な文脈でそう。あれ盛り上げなきゃっていうのをぐーっと耐えて、うんうん、あえてあのその淡々その割にカットは早いんですよ。でも本当ギリギリみんなが、うんあのね、くっついてくれるギリギリまで、うん、もう着を追い詰めて、うん、追い込んですごいスピードであるにもかかわらず淡々と日常描写して、ね、もうありえないことがいっぱい あとあの山間さんのブログでも書かれてましたけど、うん、あれ基本喜劇コメディーだっていうのはすごいですよね。あの見にまだ行ってない人ってあれを。 かわいそうな話とか真面目な話で思い込んでるけど。結構延々クスクス笑えるコメディーだっていう。原作読んでびっくりしたのが、やっぱりその悲劇だっていうことですね。うん、その前に河野先生が書かれたあの夕凪の街桜の国っていうのは、はい、本当にもう悲劇なんですよね。あの、もう、あの目を背けたくなるくらいのその原爆の悲劇を描いてるんですけど。はい、それとは打って変わって、うん、そこにも日常はあるんだと。うん だから今と地続きの、なんか僕らって、戦争中。見てると、戦争の中で物資なくなって、それで工夫して生きていく様が。面白いですよ。面白いんです。面白いし、生々しいし。なんか、ああ、地続きだって感じがする。今とね。で、どうしてもね、この戦後世代というか、まあ、僕らの世代もそうなんだけど。なんか戦争がね、だんだんとこう。なんか教訓めいた神話みたいに。形作られていて。さすが京都大学。なんかね、本当。 おあ,のあったのは本当に神話ですね。みたいな僕らの日常とは全然違う世界のものだって、うん、みたいな認識もちょっとなんとなく僕も感覚的にあったんですけど、はい、違うと。うん、でもだからすずさんもその時ちゃんと生きてたんだっていうのを、はいうん、だから戦争はほ本当にあったんだっていうのが <laughs>、うん、日常を丹念に描くことによってちゃんと伝わってくるっていう、ね。うん 1970年が僕が小学校六年生の年だったんですけども、その時に大阪の天王寺っていうところに行くと、あの戦災というか戦争戦争で腕とか足をなくした軍人さんたちがアコーディオンを弾きながら物恋してたのが、<ー>やっぱりリアルに見れたんですよ。なるほどでもそれが中学校二三年の時、いわゆる大阪万博が終わってから、大阪の街からそういう人たちが一斉にいなくなったから。 あれがやっぱ戦後が終わった瞬間ですよね。だそこを見てるんで僕はなんとなくまだ戦争地続きがちょっとあるけども、もうこれ山川さんの世代ないですよね。僕らはもちろんね、僕の祖父おじいちゃんが戦争行ってるんですよ。戦争行ってるからまあ写真が残ってるんですね。軍人さんの写真とか、もうちゃんとマに行ったんですけど、満州でおじいちゃんがイエーってやってる写真とか写ってるんです。写真とか、それも白黒だしでね残ってる映像も白黒だし、画質は荒いし。 なんか、ね、僕らのやっぱりが、ね、がすごくないいっていうのがありましたね。うん、あとねあの案外こう語る人と語らない人いるじゃないですか戦争体験で、うちの父親があの昭和十五年いわゆるあ昭和十五年昭和20年の,の1945年の 広島の兵学校に行ってたんですよ。<ー>広島の兵学校に行ってて、まあ、すずさんの旦那さんが行くはずだったところ。うん、あそこで、で、原爆が落ちたときに、その広島県内にいたんだけども、その死ぬまでそのことを語らなかったですね。うん,うん、やっぱりそのどういうことはあったのかみたいなことを、小学校五年とか六年ぐらいの時にデリカシーないガキだから僕、うん、僕 <laughs> 聞いちゃうんですけど、主、うん、は。 いや、なんかあの大変やったよっていうふうに言うだけであんま語らなかったんでやっぱりねいろいろあったみたいなんだけどもそこら辺のことを日本人語らない人も結構多いんでやっっぱり感がないっていいてうのはすごいわかりますあだからうちのおじいちゃんも結局ね、うん、あのまあ僕が小学校の時に死んじゃったんですけど、はい、結局何も教えてくれなかったですね。うんうん、そういう戦争のまあね、うん、悲劇の話も地盤話も何も教えてもらえずに亡くなっちゃって。うんうんうん だからもう本当にう,そ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 う戦争話になるあんまりその戦争話しちゃうとそういうふうな映画かと思われちゃうんですけど、うん、でさちょっとごめんなさい話しづたけど割と喜劇でクスクス笑えてしまうというので、うん、なんか僕なんか、あのー、見た瞬間に「もう参りました」と。 本当にマジで映画館で頭下がっちゃって、うん、<laughs> こんなの作られたらどうするんだよって僕らもちろんねあのでも話の多すぎちゃもちろん知ってるんで、はいうん、知ってるからもう,も,うもう最初のカットから泣いてましたけどね。い一回目はもうたまらんかったな、うん、もうずっと泣いてましたね。あ あのなんかあの「悲しくてやりきれない」の歌から入るのずるいですよねすあ,れーオープニングあこれオープニングなんだと思った瞬間ブワ、うん、ー,わーっと涙出てきてそこからねうん、うん、画面6人見てないしだから1るすよ、うん、だからそれが <laughs> うんあ,<ー>であそこでなんかあの「悲しくてやりきれない」って68年かな9年ぐらいのフォークソングだから時代設定明らかに合ってないんだけども、はい、これ真面目な戦時中じゃなくて気,気分とか気持ちの話ですよっていうのが最初に出てますよね。うんで冒頭 あのなんだ森永チョコレートとか、はい、ああいう豊かな昭和19年のクリスマスを描,、ね、描くことによって全く別の世界に連れていかれるんだけども導入なんかすごくうまい、うん、もうびっくりしましまた。その分、国名にね、本当に,、うん、本当にビルの一つ一つ民家の一つ一つを片道監督、本当に調べ上げて、うん、可能な限り再現したんですよね。 え、だからやりたかったんですね。やりたかった。自分もあのー、あのアニメ化したかったんですよ。あの取材用には勝てないし、うん、本当に執念ですね。うんうん ほぼもう週1回くらい夜行バス使って夜行バスも調べたんですよだからもうこっちも調べてやれと思ってくれまでにくれまで12時間夜行バスに乗るんですよはあそれをほぼ日帰りで毎日やってたっていうねもう大変ですよさすが片渕監督あの世界で唯一宮崎駿に口で勝つ男。宮崎駿がミリタリーの話をしだしたらそれは観念論ですって言って資料を見せたから翌日反論するという恐怖の監督 <laughs> すごいな。うん、だから焼夷団の描写一つにしても新しいっていうかもうんまあ、本当に史実通りって言われてますよね。あのなんだろう、えー、と空中でなんだろうバン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 爆発する対空砲火もあの五色の色,が色ですね。歴史本当に史実通りっていうのがすごいですよ。<laughs> 色まで調べるか。うん、でそのでああいうのンバりバン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 バ えっと自分なりのやり方っていうのをアニメ化しよるときにちょっと考えたわけでしょ。うん、その自分プランと片渕プランっていうのをあ、あだからそれがほぼ同じで、うんうん、でさらに先を行かれたっていう。うわあ、乾杯です。先を行かれたっていうのはどの部分？<laughs> やっぱり徹底的に史実を調べて、うんうん、で原作のあの悲、うん、劇的な部分をタネに描いて、うん、そして、うん、でね、えっ、ー、と原作と違うところはすずさんがね、うん、ちょっと三角関係で。 あの部分をオミットしたっていうのを僕も大変だなと思ってて僕なら多分ね載せてツーマッチな感じにしてこれ詳しくブログ見てくださいちょっとツーマッチな感じでやっぱすずさんもそういった後ろぐらいグリーンをうまかったネタバレにならないギリギリ書いててあうまいなこいつほぼほぼなってますけうね。 だから、そういう部分もばっさり切るっていう大胆さ、うん、だから映画版のすずさんちょっと幼いよね、うん、あの原作版のすずさんって、えー、っと初夜を迎えるシーンっていうのかな、はい、そのところで、えー、おばあちゃんから言われたことの意味が分かってちょっと照れていっててこっからどうなるのかなっていうのがあるんだけど、うん、アニメ版のすずさんはそこら辺をもう全く知らない人として書いててであんまりそれが嫌味じゃないね。 そんなあだから本当にね。実は原作はね。あの、うん、直接的なあの描写じゃないんですけど、うん、セックスシーンもありますからね。うん、そういうのもばっさり切ったで、それでスーさんがこれもブログで書いたんだけど、聖女に思われるのはどうなんだ？っていうのはちょっと議論の余地があるのかもしれないんですけど、うん、もう2時間だから、これはもう,もう時間の問題だと思います。2>, うん、2時間で描くにはあのすーさんのその裏の部分、うん、ダークサイドはもういわゆる女のドロドロした部分っていうのは無理です。うんうん それ書いてるは書いてるんだけど、アニメでも書いてるは書いてるんだけども、あの漫画ほど深く描かなかったのはもう大英断。はい、とやっちゃってた自分だった。やってますね。それをやるんだったら、Two t w い Match ラ、天もたれするって感じになってたと思いますね。2時間6分の尺でできるのそれで、それ描いても山カンだから無理くりやったと思いますね。成功したかどうかわかんない。じゃ逆にそこ入れたとしたら、山カンバージョンだったらどこ切ったの？ どっか切らないとしょうがないじゃん。どこを切ったら、だから日常部分を犠牲にするしかないですね。ああ、うん,うん、うん、だから、本当にモンペの下りとか、うん、あれを本当にやったかどうかわからない。大事なのはもちろんわかってるんですけど、そこを犠牲にします、ね。なるほどな隣組とかにトントントン,トンからリノのあそこを切るとか、うんうん、ミュージカルシーンなんですけど、うん、そうなりますね。あのブログで書いてたですね。11月12日の山間さんのブログ。<laughs> えー、これは今年ナンバーワンどころの話ではない。 紛れもなく、これは歴史的偉業ででああり、もっと言えば事件である、えー。つまり他のありとあらゆる過去の作品を葬り去るぐらいの威力のある破壊的な作品なのだこの世界の片隅におもってアニメが今日終演を迎えても誰も後悔はしない あのに <laughs> あ、えー、ゃって多分<や>見てるだけの人はすごい作品見たと思うんだけどもやっぱアニメ作ってる人間からの発言として重み違うじゃん。うんうん それはね、だから、僕はもう、これは批評するって宣言したんですね。うん、で、僕にとって,だって、多分、多分、あ、後で、岡田さんのね、ダメ立ち入ると思うんだけど。うん、僕にとっての評論活動って、そういうもんなんですよ。あの、ぶっちゃけ言うと、あの。うん 顧客に来てほしい作品に関しては、もう言葉の強さ。もうなりふり構わず、ありとあらゆる飛び道具を使って来いと。いいから来いと。過去にねいる、ね例えば宇野川永春さんでも、大杉さんでもそうですし、ちょっとあの音楽評論家になるんですけど、宇野広報さんという人はやっぱりそういう書き方をしたんですね。もういいから、他のものを見なくていいから、とりあえずこの世界を見ろって。 っていう強度があって、それに影響されてみんなが足を運ぶんですよね。箱を小屋、あるいはコンサート会場に。僕にとっての批評っていうのは、やっぱりそうでないと意味がないって。これ初見重彦さんも同じこと言ってるんですけども。やっぱり僕にとっては、一種の政治なんですよ。ああ、映画批評っていうもう、はったはったなんですよ。でも、本音として、同じ映画監督としてそこまで言わせてしまう作品でもあるわけでしょ。言っちゃえば、 なんだろうクリエイターって他人の作品をどんなに褒めてもでも俺の方が上だって思ってなかったら作れないじゃん。そこのバランスどうなのよ。僕はあんまりねあのやっぱり宮崎さんにはずっと負けた負けたと思ってるし高畑さんにもやっぱり負けたと思うし。あの他の監督だったら勝てるなとは思うんだけど。タネ高畑さんの価がそんな高い。うんやっぱりそうですね。絶対自分にとっての絶対な。 何人かのうちの一人に、片渕さんが入ったなっていう瞬間ですね。ああ、うん。うん。そうか。だと思います。いや、もう本当にやられた。としか言いようがないですね。うん、うん、あの、もちろんね、そういうね、あのー、はい、すずさんのね、暗い部分とか、突っ込みどころはなくはないんですけど。うん、な,くはないけど。うん、そんなこと、あ、あとね、片渕さんを、ちゃんと楽させてあげたいと思いますね。 はい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 。だって一回四人のあの一食分の食費が百円とかね。百円,円になってまで<う>クラウドファンディングしてまでだよ、ねも。もうなんかもう組合でも作ろうかみたいな。<laughs> <laughs> これはいかんと。だから。うん 本ていうかなか片虫さんを勝たせてあげたい男にしてあげたいっていう思いも強いそっちの方が強いですね男にしてあげたいっていうのいいねクリエイターとしては勝った負けたじゃなくてまず片虫さんをまず片虫さん食わせてあげたい片虫さんを食わせてあげたいというのも何か線だけど。もう惜しい守りに金をやるのはやめようとそんなこと言ってない俺が言ってるだけ俺が言ってるだけですすいませんだってでも帰ったよねんかあの通産省も「クールジャパン」とかって言うぐらいだったらアニメの現場に金入れろというふうに言って はい、本当にそうだよね。これやっぱり何じゃ、何なんですかね。結局直してください。計算中の。黒くなってるよ。黒くなってるよ。あなた方何をしようとしてるのかさ、っぱりわかんない。じゃ、あ、次の話題。<laughs> <laughs> はい、じゃ、あ、この世界の片隅に大絶賛。もう、とにかく行けということですね。はい。じゃ、次の話題いきます、はいえー。先々週放送されたですね。宮崎駿ドキュメントですね。えー なんだっけ終わらない男宮崎駿 <laughs> 山間はどう読む終わらなかった <laughs> ど,どう読みました終わってなかった終わってなかったよ、ね、終わらんよねと思ってで、ね、あの長編に関しては長編やるやらないに関しては、うん、これちょっとごめんなさい関係筋字いくつか当たったんですけど。<laughs> 本当に全くわからないと。何も決まってないらしいです。何も決まってないという上から降りてこないっていう情報を。だから、まあ、わかんないですけど、でもなんとなくややるよねっていう空気にはなりつつある。ただし、やっぱり落としの面があるから、みんなそこを心配なさってますね。本当にあの道半ばで倒れられたらどうしようっていう。 うん、俺もあの前回のいわゆる限定放送あの会員だけが見れる放送の方で言ったんだけど宮崎駿の体力が実はもう限界に達してるっていう話をちょっとしたんだけども、うん、昔だったら12時間どころか15時間働けた男が最近はそんなに働けるわけじゃないっていうようなところがあるからあれはなんか宮崎さん頑張ってるけどちょっとしんどいんじゃないかっていう話したんだけども、うん、ね。おっしゃるとおりです、うん。あと現場バラしちゃっったのがやっぱ 痛いでしょう。うん、これもね。だから言っちゃえばこの世界の片隅にがあんなにすごいのはジブリが解散してくれたおかげっていうのもかなりあるじゃん。はいはい、うん、これは君の名はでも言える。君の名はでも同じだよね。<laughs> 日本中に上手いアニメーターがざっと散っていたようなもんだよね。なので、もうね、でもね宮崎さんまたや,やるかもしれないから、その時は帰ってきてねって口約束で言うわけにもいかないんで。うん だからそこも含めてまあでもんとやっぱ結局皆さん皆さん共通するのはやっぱ宮崎さんラブですよラブラブですよだから現場でやるといって宮崎さん得意の相手のアニメスタジオに行って一本釣りするじゃん俺もお尾お嫁さんの時に前田真宏持ってかれたもん。なるほどすね。うん。そうですねうちの市長もよく言ってましたああ、それは言わないそわないだって日本でアニメスタジオやったらやられるでしょ <laughs> あれ普通宮崎駿がいきなり来たと言ってお茶とか出してうわっ宮崎さんが来てくれたと思って歓迎してたら、うん、そしたらなんかいわゆる上の人間はその場からはじかれて作家の人間だけちょっと集まれていってアジテーション演説をしてそして翌々日ぐらいにアニメーターがジブリにことはなりましたって言ってみんな経験している辛い思い。<laughs> ジブリが設立した際もそれがあったらしいね、うん、ゴーのスタッフ持っっていかれたで今から、うん もう一回ジブリ再結成できるのできるのというかできたとしてもさあの時宮崎さんが書いてた2019年の公開ってどうなの現実的にいやこれは個人の読みとしてでいいよ。できるか否かは抜きにしてややっぱりやろううとするでしょうね。うん、だからジブリ再結成っていう可能性は僕は本当に感覚的な問題です。根拠は全くないんですけど、うんうん、やっぱり雰囲気としてはありますね。ある だから本当に完成するかどうかお兄ちゃんお兄ちゃんののかか宮崎さんが言ってるこんだけの金をどんな方法でもいいから集めてくださいって鈴木さん言ってたじゃんあれいくらやと思うマジでただ宮崎さんでそんなに意外と倹約家の人だからものすごく抑えて抑えて作ると思いますよ で、自分のそれこそね残りの人生のことも考えて、うん、あんまり大風呂しかは広げないと思う90分って書いてたよね、うん、でもあの段階で90分だからもう作り出したら絶対120だと思うよ伸びるかで10億で済むはずないじゃん行ったら何ぼやって言われたそれはもう10億から20億、うん、でそれでで作作品作るだけでしょ。もう一回アニメ。うん スタジオ作って新人研修から始めての仕組み一式もう一回作ってだから品加えて、その場合40億、うん、40億。でも40億でもジブリ作品としては仮暮らしのアリエッティよりちょっと小ぶりなぐらいのスケールになるよね使い勝手としてはだからみんながの望んでるいわゆる「もののけ姫」クラスというか「千と千尋クラス」の作画で大作としてやっちゃったら。 ああそう。日テレが頑張ればって書いた、うん、それはみんなでどれだけみこしを持ち上げるかですね、うん、多分まあ周囲がそううこ<あ>日テレさんの方がワッショイワッショイってやり始めたら、うん、もっと膨らむと思う。膨らむでもあさすがにどうなのかなって、はい、みんなが懐疑的だったら多分そういうこじんまりとした、うん、そ,それくらいの中規模のレベルで落とし込もうと多分宮崎さんはしてるんだと思います。か前に話したんだけど、やっぱりそのアニメーションで工業で、 映画館にかかった時に制作者に入るお金ってほぼ4分の1ぐらいでしょ、うんうん、ということは100億かけたら400億っていったらやっぱその千と千尋超えの世界だから <laughs> 作るからには多分100億とは言わないけどあ、ま、50億60億ぐらいかかっちゃうと思うからそうなるともう「君の名は、ね」を超えないと、うん、きついよねあの年でそんなハードル設定されたら。<laughs> うんまあ、そこら辺はやっぱり現実的な判断をするんじゃないですかね。やるかやる、まあ、まあ直感だけどもやる,やるんじゃないかなと。やると思いますよ、うん、で集めでもまだ業界のうわとして誘われたと人はいないよね。そうか。だから、まあ、宮崎さんが言ってる2019年に、うん、公開はまあ無理だとしても。 うん、今年からだって来年に関してかけてコンテ書くといってもさコンテ書く時って宮崎さんの書き方ってある程度当て書きだからこのシーンこいつにやらせようと思って書くわけじゃんあの人。つうことは何人かはもう押さえてなきゃいけないんだけども、うん、だからあの、うん、作り方も変えていくと思うんですよ。もう本来の作り方ではなくって、うん、例えばコンテも分担するかもしれない。 大大予予言言。だね。でも結局自分で書き直すっていうのね誰かに書かしてお前はジブリから出ていけなって最後は自分で書くっていうねでもね僕も経験もちろんあるんですけど人のコンテ直すと人のコンテ見ると客観的になれるんですねああああこう直せばいいやっていうのが結構スムーズにいったりするんですよだから宮崎さんでやっぱゼロから一を作る人だからううってうなる。 なその時間が結構もったいないと思うんですよ。うん、だったら一旦人に書かせて「うん、上がってきたものは違うんだ」ってわーってー直した方が早いんじゃないですか、ね、全部違う使えないって言いながらなんか割と前のやつをなぞって書いたりするからね <laughs> そうそう,そう面白いよなこれあるあるじゃないですか、うん、アニメ作業あるある。 あんのがよくやってた。<laughs> 東方から来たあのシナリオが「一行も使えません」って言いながら「結構使ってんじゃん」とか「樋 <laughs> <laughs> 口のしんちゃんのコンテは使えません結構使ってんじゃん」とかっていうあれ、うん、やっぱり自分が書き直した瞬間に魂宿っちゃうから全然使ってない気分になっちゃうんだよなそうなるっていうよりもうん、うん、そうしたらどうですかっていうでご提案。 でそこでちょっと論争にもなったんだけど、うん、川上さんからドワンゴの川上さんから <laughs> CG の AI が作ったアニメーションというのをプレゼンされててで宮崎さん激怒してたじゃん。うん、あれもし自分がプレゼンされたら AI による絵って使うと思うえー、まあー、うん、川上さんああいうの慣れてるんじゃないですかね。 今へこんでましたや違うのにとか <laughs> 実験って言ってたのにとか <laughs>、うん、それは、うん、それはわたかまりあると思うんですけど、うん。うん <laughs> 宮崎さんもただキモいよをキモいっていうのに宮崎さんはああいう言葉遣いをするじゃないですかあの人も強調するじゃないですか学習院大学のねインテリだからねそうそうそうだから僕が見てももうああキモいなって思ったのは事実だしだからある意味褒めてるんじゃないですかでもあれは川上さんに言えばキモいと思ったでしょそれは成功ですよーでこういうのを宮崎さんの配下に入れてくれませんかっていわゆるそのんだろうナウシカにおけるあの ヒドラを手下にした。こういうのも配下にしていくのが俺の波動かって書いた人間が、何裏切ってんだよ、部下がやったこと血まみれの手で何部下を批判してんだよって、俺なんか思っちゃったんだけど。ああなるほどね。うん、部下にはできないですよね。あ <laughs> 言ったじゃないですか。うん、そういうのもう勝手にやってくれと。うん、勝手にやる分にはいいけど、うん、俺は絶対乗れねえっていう。うん、まあ、これはそういうだけの話ですよ、あれは。うん、でも、と言いながら、うんあ、どんなことをしてでもいいから、金を集めてください。だから。<laughs> 面白いおじさんだよね。純粋な方ですね。純粋だよな。うん、<laughs> そうか、じゃあ、次の話題いきましょう。はい、はい、エヴァンゲリオン、<laughs> ええー、庵野秀明がですね。えー、取材に応えて、オリンピックまでにできるかどうかと言ったという事件なんですけども。うん、そう、どうなのかな。 も俺もここ、全然いいてないよ。もうごめんなさいそれも、うん、これもねちょっとダークサイド行きますけどエヴァそんんなに求められてるんですかねそこもあるんだよ真面目な話そこもあって,ってつまりこの世界にはもうこの世界の片隅にも風立ちぬも君の名はもあるわけじゃん、うん、いわゆるエヴァが行こうとしていた方向の完成形みたいなアニメがもうできてしまってるから、うん、そこで何か作れるのかなっていうのはちょっとあるね。 エヴァは本当にアンノさんがおっしゃる通り、その間、あの前の旧エヴァからその間、開いちゃったんですよね。本当にそのアニメ史上を彩る作品というものがなかったから、アンノさんがま危機意識というか、まそれ以外のいろんなあの条件もあったと思うんですけど、でもあれはそうじゃないと思うんですよ。でもご自身がシンゴジラを作ったりとか、君の名で出てきた、この世界の片隅に出てきた、アンノさんがどう評価するかわかんないんですけど。 もうういいいいんじじゃゃねっってて気分にはなってるんじゃなるですか。それがだからまあねあのカラーっていう、ね、会長も立ち上げたし、うん、どうしよう振り上げた拳をどう下ろせばいいんだっていうね、うん、そういう反問はあるんでしょうけど、うん、でもあのさんの中ではもうやる気がそんなに見えてこないので、うん、無理してててやらなくてもなくもっていう。今進んでたらもうすでにエヴァやってるっていうスタッフがいるはずだけども。 カラーでアニメーターを去年募集してたけどさコンピューターグレーテックトのアニメーターを募集してたけども、うん、もう今作業進んでるとかそういうの聞かないもんね、はいうん、だからまあ本当にあに今やってるとしても多分実験とか、うん、他のね、うん、あの他の企業さんにあんまり、うん、立ち入るつもりはないんですけど、うん、カラーっていうものを持続させるためのエヴァンゲリオンっていうのは、うん、誰もあんまり得しないんじゃないかなと思いますね。うん、そ,れそれだっっったたたらもうジブリみたいに、「し、もうさーんって言うが、 いいんじゃないですかね。それは安野さん次第だと思います。安野さんがやるって言ったらやればいいんですけどどうもそういうモチベーションには見えないのであ確かにモチベーションで言うとね、うん、やっぱりなんだろう俺は「シン・ゴジラ」やったのが安野の心にもう一回火をつけたと思ってるから、はいあのー、もうもう一回エヴァこれでやってで終わると思ってないの俺ね安野ってエヴァを一生作るんだと思ってんだよ。 心のどっかで形を変えながら例えば「シン・ゴジラ」もエヴァじゃん「エヴァ」を特撮でやって「ゴジラ」というタイトルをつけてみました「すごいでしょ」って言った「すげえ!」って思ったので、うん、昔エヴァに夢中になった人たちとか本来エヴァに夢中になる人たちがうわーっとはまったっていうのが俺「シン・ゴジラ」だと思ってるからだからなんかあのいろんな形を変えた「エヴァ」をこれからも作り続けるのが庵野秀明の使命じゃないかなって心のどっかで思ってるから。うん、ただ、それをアニメで

まあじゃあその次の話題、はい、はい、アニメ業界ってやつですね。アニメ業界の真相はというやつで、<laughs> <相> <laughs> 白箱の <laughs> 動画の子が <laughs>、うん、ギャラとかで大文句を言ってたりですね。はい、あとあのファンタジアが倒産したりと、はい、はい。どうなんですか。あのアニメ界って貧乏なんですかやっぱり？貧乏ですよ。ご存知でしょ。うん、よくご存知でしょ。うん、<laughs> 俺が知ってるアニメ界は20年以上前で、でそれはもう貧乏だったんだけども。 20年前とそれはもう単価の話しましょうか20年前と原画単価も動画単価もほぼ変わってないです、うん、あじゃあまだ動画は1枚150円から170円えっとねもうちょっと上がってはいますけど、うんうん、もうちょっと上がってはいますけどあんまり200円くらいが相場かな、うん、210円だったら同じくらいですねあ原画はねオネアメスの時にね1カット2,000円 だったらみんな劇場しんどいんだから4,000円か5,000円出そうかっていうふうに言ってて結局カットによって5,000円出したカットもあればやっぱ2,000円ぐらいで勘弁してもらったら山 <laughs> 田さんの相場感すごいなさすがにそれは安い少なくとも僕が、まあ、20年前にたた <laughs> ですごいい変わったみたいなの。その辺かな、うん、その辺かな。わかんないですけど僕が勤、えー、めに入った20年ではもう変わってないですね、うん、原画単価はだいたい4,000円です。 1弦2,000円か、うん、2弦2,000円になったりはするんですけどとんでもない難しいカットだからあの僕らの仕事で言うんだったら、うん、ダンスカットはとんでもない模範室で書かなきゃいけないんで、うん、その場合は単価は特別単価として、うん、プラスアルファしますけど、うんうん、出した。 うん。し俺,俺,俺あの別の立場じゃんああだからあの決済を与える立場だからここのところ一1万5千円ですとか2万円ですとか場合によっては1カット5万円ですとかっていう、うん、で、うん、もうあんまりにしんどいところはじゃあもう月給で書いてる安野と貞本に出してしまえっていうやり方だったから。やっっっぱ低低かかたたんだな。低かったよ。うん 2,000円出すって言ったらあ2,000円が相場だったんで1カット尾ミ道の翼5,000円出しますって言ったら逆にみんな疑ったもん1カット5,000円も払うような仕事させるつもりだろうってう,う言われて <laughs> ああもうアマチュアフィルムでなんか大根ーオープニングアニメとかやっちゃったからさみんな逃げるのが早いんで全員腰が引けながらでもお金の話だから1カット5,000円って言うて聞いてくれるんだけど <laughs> 5,000円も払うようなカットカがかされるのはご勘弁しますって。 五千円今だったら5,000円はちょっといいくらいでっとまあ普通に思ってる人もいるんじゃないですかね5,000円くらい当たり前だろうっていう何でもない本当にもう留め口パックでも5,000円でいいそういう感覚になったからアニメーターが食えないっていうのはさアニメーターが食えないっていうのはつまり留め口パック5,000円みたいなカットを月に30カットかければ15万円じゃん。 食えるはずなんだけども、はい、なんでみんな食えないのええー、止、うん、め口パクでは許されないアニメのクオリティへの要求でしょ。あうん、昔はそれでいけたんですよ。うん、そんなに動かさなくてもいいし、ね、動かしたい人は動かせばいいっていう。うん、でも今はもう要求されるんですよね。うん なんか昔のモノクロアニメ見たらさスタッフリスと見たら原画2人っていうのがあってさ A パート1人 B パート1人ってこれは確かにアニメ描いてたら家立つわって思うもんな僕らの古巣京都アニメなんですけどの時代も確かに5人くらいでやってました本当に5人でやってましたでも5人でやってたのは「あたしんち」とかそういう作品なので線が少ないんですよ。だから5人で回るんですよ。今はやっぱりもう線のの量が半端ないで。 でまあクオリティは求められるわ動かせって言うわ、うん、3D 使ったら手抜きと言われるわもう落、ん、<laughs> てなしっていうね。<laughs> うん、だから費用対効果で言うともう全然ダメですね。そういう背景があると思います。どの辺から金回り良くなるのアニメの関係者って俺見てる限り音響監督は金回りいいよね。あいつら金要求するじゃん。大体制作人の1割。 何の仕事もしてねえくせにごめんな。いな。なにいや音響監督仕事はしてないってことはないんだけども全予算の1割近く持っていくじゃん大体、うん、いいテレビシリーズで1話1,500万の仕事だったら110万とか20万ぐらい、うん、あんたたち持っていくんだけどもでもそれは音響監督としてギャラ取るんじゃなくてそこから音響予算として声優さんに支払いとかするんだけどさ、うん、声優さんもやっぱり安くて。 なんだけども、音響監督で自家用車持ってないやつ俺見たことないからさ <laughs>、うんね、結構金回りで監督は金回り悪いじゃん。うん、で制作プロデューサーいわゆるそのアニメスタジオをやってるプロデューサーはまあ倒産するかそ 普通に金持ってるから二択だよね。だから良心的な制作プロデューサーが存在しないんだよね、うん、良心的なやつがいたらそいつは翌月倒産してるからだからあの権利を持っている、うん、印税が発生する職業は儲かってますね。 あの現,現場でいうと、うん、でもそこでファンタジア倒産だよファンタジアってさ原作権持ってたじゃん うん、うん、アイカとか、うん、<laughs> あの何だっけ「ナジカ電撃作戦」とか、はい、俺今回ナジカ電撃作戦懐かしいなと思って久しぶりに YouTube で見たら世の中にあんなバカなアニメが遊んだしたんだよね <laughs> 見たナジカ電撃作戦見てないだろさすが京都大学見てない, <laughs> いでんであのね全カットパンチラがありますって西島監督が最初に言ってた作品だけあって <laughs>、はい、全てのアングルが不自然なんだよ。<laughs> <laughs> スパイアクションなんだけど全てがなんかカメラ位置が高さ6 0ンチぐらいで<う>無意味なパンチラーが全部あってもう1話2話 YouTube で公開したから見て、はい、本当に笑えるやんまあ、こんなんの原作権持っててもしょうがねえんだとかも言えるけど <laughs> でも「ファンタジア」倒産しちゃったから多分これから「パンチラじゃンチー」じゃないやん。「ストラトス4」とかさ、はい、あと「愛カとか「ナジカ電撃作戦」ってパチンコの方に流れていくのかなと思うんだけど原作権を持っててもやっぱ。 やっぱり倒産しちゃうわけだよね。 そうですね。だから僕もお世話になったスタジオなんでうちもお世話になったトップ狙いなんてグロス受けでやってもらったもんな本当にあそこってクオリティちゃんと維持してこちら側の無理もある程度聞いてくれるっていいとこだだったんけども。事情はよくわからないんですけど本当に老齢化じゃないですかねちょっとベテランさんばかりを全体的に昔20年前の現役さんが20年 年後、今も現役でやってらっしゃるっていうスタジオだったのでさすがにもうしんどいって思ったのが実情なんじゃないかなもう、まあ、全く情報はね入ってきてないんですけど、うん、有限会社私たちはな資本金300万に対して負債1億9,000万という負債 1>,、うん、1億9,000万ということはおそらくそのテレビシリーズとかそういうやつの支払いがもうできなくてっていう潰れ方だよね。とはいうものも、のテレビシリーズ1本、うん。 受けたら、うん、なんとかなるっていうなとかなる額ではありますよ。うん、だからその体力はもうねえやっていうことになって、うん、みんなごめんってなったんだと思います。あのオネアミスのさ政策終わったときにガイナックス潰そうかって実は考えたことがあってね。うん、その時の負債がえっ、ー、とねその時の段階で潰したらね五千七百万ぐらいだったの。うんうん、でこれを倒産させるという判断が一か月伸びるごとに負債金額が千五百万ずつ 上乗されるから。でもそうなっちゃうともうなんだえらいことになると思ったのでそのガイナックスを潰すか、えー、バンダイに駆け込んで「うん、お前らの劇場アニメを作ったスタジオが劇場で公開されるより先に倒産するぞと」と、うんうん「それは困るだろ」って言ったら向こうは「困らない」って目をするんだよ。<laughs> <laughs> もう目と目の勝負なんだもん。困るだろっていう目をしながらちょっとでもうそっからもう手,を手を変えてしょうがないからどんなアニメでもいいからお受けしますって言いながらなんかあの3本とにかくうちを儲けさせる企画くれたら。 4本目からうちちゃんとしたアニメ作れるのでなんとかお願いしますみたいな感じで、うん、もう一番最初の手が使えなかったわけだから<ー>困るだろうって言ったら困らないってこともさあん時あんなんできるの俺だけだったからさ今だからそれができるアンプロデューサーが本当にもういないんじゃないですか。うんうん <laughs> もうブログでも散々書いてるんですけど本当に受け身ですね。そこまでクライアントに詰め寄れるプロデューサーも,、うん、もいないじゃないですか。いやだってあの時何がさあ潰れても困らないと目をされたかって言ったらさおねえめし作る時にもう。 どこの会社と喧嘩してもいい喧嘩上等で言ってたからさ、うん、もうかなり嫌われてるわけだよ、うん、だからそこでもうじゃあもう心入れ替えて真面目にアニメスタジオやりますっていうふうに口だけでも言わないとどうしようもなかった、はい、だからファンタジアのさ1億9,000万っていうのもファンタジアっていう会社を守ろうとして。 なんだろうな何とかしようとして1億9,000万のところでもう尽きちゃったなんだよねきっとうちで言えば5,700万の時にパッと潰すんじゃなくて同じように何作かテレビシリーズ受ければ何とかなるだろうと思ったでも逆にさ <laughs> あのもう一つの話なんだけど、はい、10月クライシスと言われる10月に応援されるはずのアニメがまあまあなんだろう延期になっちゃったりなんか、ね、あの放送事故みたいなのが起こったりしたじゃん。はいな 一方仕事がなくて潰れるアニメの会社があってもう一方では人がいない制作できないというこんな状況が発生しちゃってるの？もう多すぎなんですよ本数が。本数が作れないんですよ。うん、もう業界の<る>のスタッフのキャパシティ、<laughs> うん、人的リソースよりもはるかに多くの、えー、仕事を受けちゃってるんです。じゃあファンタジアは潰れるはずないじゃん。ーーいやでも作れないです。だからファンタジアの場合は、うんうん、そういった。 まあぶああ言いますよぶっちゃけあこぎなことができなかったんですよ。受けるだけ受けたあと何とかすりゃいいやみたいな。溶けてもいいし、<laughs> あの落としてもいいし、とりあえず受けちゃえって、もしてもらった二億もらった、あとお前らでなんとかしろっていうのが今暴行してるの。それは俺がその,その例の三本でやったやつだよ。<え> <laughs> あの <laughs> <laughs> バンダイから五千万もらってよっしゃーって言って一千万抜いてマジックバスに流したよ。<laughs> はい、<laughs> あれ、もっとえぐいのが。あれ三本だけやったんだよ。暴行してるんです。だからもう作れない。 で、なぜこんなにね不景気だ不景気だと円盤売れないのに本数だけが増えてるのかっていうのはそういういことなんですよ。うん、それだけプロデューサーがまあそれこそ会社も増えたしね、うん、制作会社がどんどん分離独立して、うん、俺は絶対ね知り合いはやめとけやめとけって言うんだけど、うん、その人たちがそれぞれのプロデューサーがやっぱ企画を持ってこれるんですよ。うんうん、それをどう作るのっていうのは誰も考えてないっていう、うんうん、そこからその間にねまたねそのね中抜き業者がねうん、うん、誰とは言いませんけど。うん <laughs> どののカメラ見ればいいザゴーンってまだ抜いていくんで全然現場に金も何も降りてこないっていう状態ですね。<ー>その状態で作ってるんだからそれ<ー>は落ちるよねって話です。うん <laughs> さっきのあんまりね愚痴ないんだけど <laughs> あの人生で、ね、これだけはこれだけはということなんだあこれそんな役だったなと思ったのはその3本なんだよ、はい。さっき話したように<え>バンダイから5,000万もらって1,500万抜いて3,500万でいろんな会社流すわけで、まあ、主にマジックバスだけど <laughs> <laughs> 流してでそれでアニメ作ってもらうんだけどさ、はい、やっぱそういうのってさスタッフからしても見えちゃうわけだよね。うん、でスタッフかからら。見えちゃうから 俺としたらそれでなんとか次のアニメ「お悩みば翼」の赤字っていうのをなんとかクリアして次の「ナディア」っていうのがようやっと見えてきたからここまで会社を存続させようと思って3本だけと思ってやってんだけどさところがそれでも社内で岡田さんはあんなことをやってもうえげつない金の亡者になったっていうような感じになっちゃって <laughs> 結局 <laughs> い,ないと潰れるんだよ、いやでも結局その時になんかナディアで造反劇みたいなのがあってさ「どんな話になるんだ話う?」ってやって井上博之さんという俺,俺と一緒にガイナックスを立ち上げたプロデューサーが岡田夫を外してナディアっていうのをつけ作って新会社を作ろうとしてたのが後に俺,俺にバレて <laughs> 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 大喧嘩になると思いきや俺なんかもうその瞬間に心が切り替わってたからね。あ<ー>あ、なんか、ここで悪者にされちゃっ じゃあ別にそれはそれで今からのリカバーの方法として俺がこれから NHK と東方に行って俺なしでうちの会社は動きませんよっていうふうに嘘だけど動くけど。 行 <laughs> って何とか何家をこう立ち上げてその時に井上さんを外してっていうのをやったんだけどさ偉 <laughs>、えー、い話聞いた <laughs> でもこれぐらいどこでもやってるよねやりますかそれぐらいの裏切ったとか裏切られたっていうもんじゃねえしあと <laughs> で井上さんとも仲直りしたからさ、うんうん、なんかこんなそんなんは裏切りというもんではなくなんか貧乏だからこんなことぐらい当たり前に起こっちゃうわけだよなそうですね あのーうん、もう本当にあのなんちがいうか終戦直後にあの食い物で、ね、こうやって漁ってるみたいな <laughs> うん、うん、そういうことまあさっきのねこの世界じゃないですけどもうあの米軍からもらったね、うん、あのあのあのタバコの紙の入っている雑炊をうわってやってるような,、ね、<laughs> うもなそれと同じだからそのその意味ではなんかスタッフだが俺がいない隙にそういう風うになんだろう丸スタッフを丸め込んでアニメを作ろうとしたということはどれだけ俺が 間抜けで、現場に行ってなかったかということでしょう。現場にちゃんと行ってたんだったら、サインはあるんだよ。あ、後で聞いたら、あんのもちゃんとサインくれてたの。岡田さんなんか。<laughs> 水面下で進んでますよって。くれたんだけど、貞本もくれたんだけど、全然気が付かなくて。うん、だ、そこはもう、俺が間抜けだったというふうなことなんだけど。ファンタジアさんは、そうは、できなかったんだよなそ。そう、ですね。うん、でも、そんなことをやってるから、余計に。かか <laughs> 余計に、になんだ、アニメーターにお金がいかなくて。 不思議だよね。だってそんなに仕事がある普通仕事があるところってさ給料が上が上るじゃん。はい、なんでアニメ界ってあこんなに仕事があって現場がいっぱいいっぱいなのに普通そういうところだったらさなんだろうな中途半端な腕を持った人間が山のように入ってきて、うん、アニメ界のアニメーターがもう何倍にも増えて一大産業として成立するはずなのになんでこの性のフィードバックが起こんないの それがね、いろいろ言い方あると思うんですけども、うんまあ、もちろん「うぞうむぞうが、ね」が寄ってきてるのは寄ってきてるんですけども、うん、で,でもそれでも作りきれないっていうのかな、うん、ありますよ。 アニメ産業のブラックさっていうのがもうずっとこの数十年強調されすぎていて、うん、アニメータータにになりたい,という若者は確実に減ってるんですよね。あうん、アニメ、儲かるぞって誰も言えないから、うん、だからみんな引いてますよ。うん、だから本当に専門学校とかそういうところでアニメーターがもうほぼいないんですって、うん、さんみんな声優家に行くんですって <laughs>、うん、声優家はもう恐ろしい数いるんだけどアニメーターが二人とかねそんなん <laughs> あ、これ畳むかみたいな、そう,いう話になっちゃう <laughs> う<ー>それくらいアニメ,もうアニメーター志望者がこれはね僕らも、うん、あの言い過ぎの部分があったしその、ねうん、マスコミもあ,あ煽り立てた部分はあるんだけど、うん、しょうがない事実だからねもうかんねえ<ー>もうかんねえっていうのを言い過ぎたせいで、うん、みんなが弾いているしかもこういう不景気じゃないですか、うん、だからなおさらもう若者が夢を持ってアニメを目指すっていうことがもうできなくなってるんじゃないですかねそれだけ人がいる出てるのに。 現場の方はなんだろうね。うん、なんでこんな暗いまあどう業界改善したらいいんだろうね。あのー <laughs> どうしようもないっていうのが、うん、これもう僕ずっと言ってるんですけど、うん、そもそもアニメは高いんだと。うん。制作費が。あの、うん、手塚先生のせいにするつもりはないですけど、うん、そもそも高いと。うん、ぶっちゃけ言うと今の今実行予算の回している3倍かかるんだと。 出な、うん、ないいと現場に降りてこないんですとうんうん、うん、今大体いいテ,テレビアニメ1話1,500万というふうに言われてるけども4,500 45万ぐらいいるといわれてる。逆のドラマだったら1時間で5,000万かけてるじゃんかと、うん、つまり、えー、30分あたりあいつら、えー、2,500万かけてるとうん、うん、それぐらいの少なくともお金を持ってくればアニメーションというのは作るぐらい 金がかかるもんな。ん。そうです。だから本当に構造的な問題で、もう人手がかかるので、一人一人のところに富が行くわけがない。さそこで無責任な奴らは、そんな金でお前ら引き受けるからだよ、だろというに言っちゃうわけじゃ。ん。で、言われてもしょうがないぐらい好きだから作っちゃうじゃ。そうです。これどうすれば。これも良くない。だから一旦畳んだ方がいいんじゃないですか。この世界の片隅にもできたかな。ああ、まあそうですね。だからもう終わった意味ないですか。尊敬だ。 時間になりました。この続きはですね、えー、12月24日、秋葉,秋葉原、えー、UDX ギャラリー4階でですね、午、え、後、ー、7時からですね、<laughs> 生放送でイベントにもお越しください。山本裕か岡田斗司夫公開トークイベント僕たちのクリスマスナイトということで、<laughs> <laughs> こんな話を当日、楽しみなうん なんだろうあのアニメの専門学校にいる人たちからも山本さんにどうすればいいんですかって質問がくるそうだよ。あ、そうううでですすか、うん、どうしよよ。もないですよ <laughs> <laughs> ちゃんと答えてやろうな。 ええー、お疲れ様でした。ありがとうございましじゃあ、お見送りするよ。<noise> <laughs> あ、一旦さよなということで。本当に。はいはいはい。はい一旦さよなということで。本当、はい、に帰るのこれ。本当に。<laughs> そう。<laughs> はい、君が帰ってから、いろいろ俺が話すから。い <laughs> はいはい。マイクね。<laughs> はい、マイク外して。<laughs> あ、ちゃんと映ってる。まだ。<laughs> すげえ<ー>な。<笑><笑>やばい、ちょっと短かったな。 あと倍欲しかったな最後のテーマ。は。じゃそれをクリスマスで。それクリスマスでやろう。はい。お疲れ様でした。はい。どこまで見てる？いやもうちゃんと俺送って、俺の声だけ生きてんだって。なるほど。本当にどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。すみません本当こんな形で失礼します。じゃクリスマス。多分あの今映ってるは助田さんの尻だよ。 大丈夫。靴つべらあるよ。ああ大丈夫です。いい？いやもうこの後、とももう存分大丈夫大丈夫大丈夫です。面白く話しますので。はいどうも今日はありがとうございました本当にまたまた来月よろしくお願いしますどうも失礼します。いやいやまだだよ。まだあれだよあの公開やってんだろ。そうです。はいじゃあの。 あのね、面白かったで <laughs> 限定の方もちら見せであのいわゆる一般公開で話すから今のうち皆さん、えー、もう一つのリンクの方へ飛んで準備してください一応です、ね、これからやる限定の方は岡田敏夫によるです、ね、評論家としての山間論ですねこれまでずっとアニメ観とか主演の山間だったけど評論家としての山間論っていうのを話しますそれと、まあ「アニメ界の闇」えー、じゃあアニメの鐘はどこから出てきてるのかですね とあと「シン・ゴジラ君の名はこの世界の片隅」この3つの作品が映像業界を根本的に変えてしまってた話「エヴァンゲリオン」はなぜ2020年までかかるのかですね。 で、僕のこれさっきの山川さんの話聞きますけど、僕の予想実はこういう風うにやってるんじゃないのか？っていうのを、ちょっと過去の例から話していきます。あとはあの前回すごい評判が良かったんで島田紳助のですね。研究パート2をですね。ちょっと駆け足でやっても見ようと思いますえ、9時半までお付き合いくださいえー。それではですね。あのアンケートが出てるんでね。はい、全然ね。じゃあ、あの公式放送ここまでです。はい。